中お集まりをいただきまして誠にありがとうございます。時間になりましたので、これより宮里藍引退表明会見を始めさせていただきます。私は司会の鬼倉翔吾と申します。よろしくお願いいたします。ステージ右手より宮里プロにご入場いただきます。ご準備はよろしいでしょうか。それでは宮里藍プロの入場です。皆様、お忙しい中この場にお集まりいただき本当にありがとうございます。この2日間、引退を表明してから、自分が思っているよりも本当にたくさんの方から反響がありまして、私自身ちょっと驚いているのが現状なんですけれども、昨年の夏頃に、今年いっぱいで、現役の選手を引退するという決意を決めました。まだ今シーズンいっぱいという形ですので、残りのシーズンがあるんですけれども、本日はこのような形を取らせて、一言皆様にご挨拶したいなと思って、この場に来ます。できる限り、時間に許す限り、頑張って話していきたいと思いますので、よろしくお願いします。それではこれより代表質問に移らさせていただきますが、まずはじめに運動スタジアムの関係者、テレビ、新聞、それぞれより代表質問をいただきます。その後、挙手にてメディア各社様よりご質問をいただきたいと思います。まずはテレビを代表しまして、フジテレビさんよりお願いいたします。はい、フジテレビ、竹下と申します。よろしくお願いします。まず今シーズンの戦いまだ残っておりますけれども、本当に長い間いろんな夢や感動ありがとうございました。もうすでに報道されてましたけれども、今こうして公の場で引退を表明してどんな気持ちでしょうか。そうですね、まだシーズンが残っているので、正直自分の気持ちとしてはまだまだこれから頑張りたいという気持ちなので、実のところまだこれで終わりという気持ちではないんですけれども、でも本当に私のスポンサーさんをはじめ、ファンの方や友人とかたくさんの方に声をかけていただけて、すごく今胸がいっぱいです。去年の夏ごろを決めたということでしたが、はい、その引退を決意した理由というのは何でしょうか。そうですね、モチベーションの維持が難しくなったというのが一番の決め手なんですけれども、そのモチベーションがモチベーションの維持が難しくなったと感じたのが、4、5年前でして、で、自分の中でもそこをどういうふうに消化していけばいいのかちょっと手探りで進むしかなかったんですけれども、メンタルコーチにも相談して、いろんな選手にそういう時期はあるから、もう少し頑張ってみたらいいんじゃないっていうふうに、チームでもそれで話がまとまって、自分の中でモチベーションをしっかりと戻せるようにちょっと努力をしてみようという感じで、ここ4年ぐらい頑張っていたんですけれども、やはりその辺が戻ってこないことには自分とも向き合えないですし、今までやれていた練習ができなかったり、トレーニングでも自分を追い込むことができなくなってしまっていたので、そこは自分としても自分が望んでいる形ではなかったというか、プロである以上結果を残したいですし、自分が求めている、理想としている姿はそこにはもうなかったので、こういう形になりました。中学生の頃からの夢の全米女子オープン優勝、はい、この夢まだ果たされてませんけれども、はい、それでもやっぱり気持ちを作るのは難しかったですか。そうですね、本当に思わぬ形で世界ナンバーワンになれたっていうことも、大きかったかなと思っているんですけれども、もちろん年内メジャーに出場するチャンスはまだ残っているので、そこはまだ諦めてないですし、逆に今今年いっぱいという期間を設けたことで、自分が頑張れているというのが現状なので、本当にこう皆さんに
最後勝って終わりたいという気持ちで今すごく逆にモチベーションがあるというか、なので、まあ、年内のチャンスは1試合でも多く生かしていきたいなと思ってます。先日最終日に6連続バーディーを含む64をマークされました、はい、強い愛ちゃん帰ってきたなと我々思ったんですが、はい、本人のところはいかがでしょう。そうですね、まあ、いい集中力でしたし、まあ、今言ったようにまあ、本当にこう1試合でも多くまあ、いいプレーをして少しでも多くの方に、まあ、恩返ししたいという気持ちの表れがそのプレーにつながったと思っているので、まあ、でも手応えはずっとシーズン初めから感じてましたし、それが形になるまでずっと我慢っていう風にプレーはしていたんですけれども、まあ、やっとああいう形で皆さんにちょっとでもいいプレーがお見せできたので、まあ、素直に嬉しかったです。それから今回引退という言葉を使われましたけれども、はい、例えば休養をして何年後かに帰ってくることもできたと思うんですが、はい、そういったことは選択肢の中にあったんでしょうか。まあ、今のところそれはないですね。まあ、やはりこう第一線でまあ、ずっと結果を残していくためにはものすごいエネルギーが必要なので、まあ、それは私自身とてもよく感じていることですし、やっぱりまあ、プロでやる以上そこまでは毎世界ではないので、まあ、そこの、まあ、一度自分の中で限界を感じてしまった上での、まあ、今回の決断なので、まあ、今のところはそこはちょっとないですね。今回のように十何年後かに電撃復帰っていうのはありますか。はい、そうですね、まあ、100% ないというふうに今は思っているんですけれども、まあ、でも今回、まあ、いろいろと、まあ、この4年考えて、まあ、自分にもっといろんなことができる可能性があるんじゃないかというふうにもまた考えているので、まあ、もちろんプロゴルファーという形は変わらないですし、まあ、自分が、うん、まあ、プロになって、まあ、というかまあ本当に、まあ、このゴルフ人生、まあ、4歳からゴルフを始めて、まあ、20年以上ゴルフには本当にゴルフを通じてたくさんの方にお世話になったので、まあ、今度は私がまた違った形でお返しできればいいなっていうふうに思っています。まだ今シーズン戦い残ってますけども、はい、2003年にアマチュアで優勝して、はい、その年の秋にプロ宣言してもう14年、どんな14年間ですか。いやもう本当に思っていた以上の結果というか、自分としてはもうこれ以上ないゴルフ人生だったと思っているので、まあ、競技者としてもまあ、引退を表明してからこう自分がこう終えるというその引き際の寂しさよりも、こんだけたくさんの方にサポートしていただけて感謝の気持ちを胸に今シーズン戦えることは選手としてすごく幸せなことだと思うので、本当に、まあ、この今の気持ちの表れがこの14年間どれだけ自分にとって幸せな時間だったかっていうのを今ちょっとかみしめている感じです。引退を告げてからですね、はい、高校の後輩やそれから日本アメリカで共に戦ってきた仲間からはどんな思いや言葉が寄せられているでしょうか。まあ、本当に最初にまずはお疲れ様っていうふうに声をかけていただいて、で、まあ、後輩からもすごく寂しいっていう言葉もあったりしたんですけれども、まあ、でも率直にまあ後輩も私の先輩も、まあ、友人も含めて、まあ、家族もそうですけど、まあ、みんな決めたことをすごく支持してくれたというか、まあ、温かくそれを受け入れてくれたので、私にとってはそれはすごくありがたかったです。今の話にもありましたが、小さい頃からずっとそばに寄り添ってきたお父さんの勝さん、はい、お母さんの豊子さんにはいつどこでどのような形で伝えられたんでしょうか。まあ、昨シーズンのエリアマスターズを終えて、まあ、2人には、まあ、話したんですけれども、まあ、でも本当にこう驚きもなく、まあ、先ほども言ったようにこう温かくそれを受け入れてくれたので、まあ、本当に自分がこう幸せだと思う道を行きなさいっていうふうに言ってくれたことはすごく嬉しかったですし、まあ、兄2人も同じような形で受け入れてくれたので、それはすごく嬉しかったです。今後の予定ですけど、まず今シーズンどの試合に出てどういう幕を引きたいと考えていますか。
今のところそこはまだ決めてないのが現状で、本当に1試合1試合丁寧にプレーをして早く勝ちたいというところに今目標を置いているので、最後の試合はまだ 確実にこれというものは決めていないのが現状なんですけれども、でもアメリカツアーに戻って、メジャーは全部出たいなと思っているので、ビアマスターズまではアメリカツアーをしっかり出る予定です。ファンの方は、アリちゃんどこで見られるんだ、日本国内で、その辺りだからですよ。そうですね、できるだけ自分がプレーできるチャンスがあればしたいなとは思ってるんですけれども、今のところは来週のサントリーレディースが、最後というよりは、今のところはとりあえずそこで一区切りを置いて、でエビアンまで戦ってみて、あとはどうかなっていう流れでいこうかなと思います。確認ですが、5年遠ざかっている優勝というのが目標で、はい、なんですね。そうです、はい。それから第二の人生について伺いますが、はい、引退した後は何をされる予定ですか。そこも具体的にはまだ決まっていないのが現状なんですけれども、そこの狭間でもすごく引退する上では悩んだところというか、次自分がどういうふうにしていきたいのかっていう確約がないと引退はできないっていうふうにずっと思っていて、でも逆にこう一度現役の視点を外れてみないと自分が次何ができるかっていうその可能性の広がり方も違ってくるんじゃないかなっていうふうに思えたので、本当に年内は自分の今あるエネルギーを全て今シーズンの残りの試合に注いで、それからちょっとゆっくりして自分に何ができるかっていうのを改めて考えていきたいなっていうふうに思います。近々結婚というのは、はい、それは今のところはないですね。次も答えられれば答えてください。子供ができたらゴルフ進めますか。はい、そうですね、こういう環境なので多分全くゴルフをさせないということにはならないと思うんですけど、もしでも一緒に遊ぶような感じであればやってみたいなとは思います。今日本のツアーが38試合、ステップアップツアーも21試合になりました。少しの時代を築いてきた宮里藍さんから、これからを支えていく若手たちに伝えたい思いというのはあるでしょうか。そうですね、本当に数少ないチャンスではありましたけど、何人かのその本当にこう一回りぐらい違う若い選手 の選手たちと、日本の試合でも一緒に回る機会も何度もありまして、でも本当に今ゴルフが上手い選手が多いというか、技術的にもフィジカル的にも恵まれている選手もたくさんいて、すごくこれからが楽しみだなと思う選手が周りにはいっぱいいたので、私もそこから刺激をもらっていましたし、でも本当にこうアメリカツアーをやっていて、その今の日本女子ゴルフ界っていうのはすごくいいところにあると思うので、それは客観的に見れてる分逆に危機感もあるというか、本当にこれが永遠に続くわけではないと思うので、やはり若い選手にはちゃんとプロ意識を持って支えてくださる方たちに感謝の気持ちっていうものがあれば、ずっと続いていくんじゃないかなと個人的には思っているので、もちろんそれはもう皆さんできてるんですけれども、年齢を重ねるごとに難しくなってくることも多々あると思いますし、そこのその軸というものをぶれずにやってもらえたらいいなというふうに思っています。宮里さんはまだ愛ちゃんと呼ばれている頃から我々マットミズも、はい、ゴルフ関係者にもスポンサーさんにも本当に真摯に誠実に向き合っていただきました。これは大切にしてきたことなんでしょうか。そうですね、そこまで深く自分の中ではあまり意識したことではなかったんですけれども、常々父からは、ちゃんとプロゴルファーである前に普通の人でありなさいというふうに言われて育ってきたので、自分なりに皆さんには誠意をお伝えしてきたつもりですし、それが本当にいい形になっているのであれば、それは父の教えが良かったんじゃないかなと思います、はい。最後の質問ですが、宮里藍にとってゴルフとは何ですか。そうですね、本当に人生において大切なものだというふうに思っています。
プロになって14年、本当に内容の濃い時間を過ごしてきましたし、ゴルフを通じて本当にたくさんの方と知り合えて、つながれて、より自分の人生が豊かになったというふうに思っているので、本当にゴルフには感謝の気持ちでいます。続きまして、新聞を代表して、スポーツニッポンさんです。お願いします。新聞各社を代表して、スポーツニッポンの新聞各社を代表して、質問させていただきます。まずは、まだ残りでありますけれども、お疲れ様でした。メディアの協力的な、発表をいただきました。ありがとうございました。プロになって、15年、いろんな試合があったと思うんですけれども、一番思い出に残っている試合、それから、まあ、印象に残っているショットなどありましたら。そうですね、でもやはりアマチュアで勝ったマネージテレビ杯ダノス女子オープンは自分の中でも、もう本当にターニングポイントになった試合ですので、試合なくしては今の自分はないですし、その今パッとこう思い浮かんだのがその試合だったんですけれども、で、アメリカツアーではやっぱりエビアマスターズの初優勝がとても記憶に残っていて、4年かかってもぎ取った優勝だったので、すごく自分の中でも達成感はありましたし、またちょうどその前にドライバーのスランプもあったので、プレーオフの18番のティーショットっていうのはすごく自分の中でもスランプを乗り越えた、一瞬だったと思うので、そのショットはすごくよく覚えてます。で、日本でもアメリカでも優勝されて、世界ランキング1位にもなりました。ご自分で、これほど、世界で活躍できた要因は一番何だったのかって。そうですね、自分自身と向き合えたことだったんじゃないかなというふうに思っているんですけれども、私アメリカツアーでやはり小柄な方なので、パワーもそんなにないですし、でもそこを自分の中でその精度、ショットの精度と小技で、勝負するっていうところで、さらにメンタルトレーニングも加わって、そこが土台となって戦えたんじゃないかなというふうに思っているので、そこがゴルフのいいところというか、必ずしもその体格の差がハンデになるわけではなくって、その自分自身をしっかりコントロールして自分のゴルフを信じるというところで、私はここまでできたと思うので、逆に言えばこれからいろんな選手が、私ができたので、もっともっといろんな選手ができるんじゃないかなというふうにも思います。引退を決めるにあたって影響を受けた人物だとか、かけてもらった言葉とか、そういうのがあったら教えてください。そうですね、誰にも話してなかったので、本当に自分自身で決めたことでしたし、でも逆にこう、引退を発表してからロレーナにメールをもらったりとか、本当にそういうところで、逆に今後また彼女の意見がすごく参考になったり、自分がゴルフに携わっていく上で、どういうふうにしていったらいいのかっていうアドバイスを求めることが逆に増えるんじゃないかなというふうには思います。2020年には東京でオリンピックが開かれて、ゴルフも競技として行われますけれども、東京オリンピックに対する思いというか、携わっていたい思いみたいなものはありますか。今はちょっと考えられないというか、本当に今シーズンの残りの試合に全力を注ぎたいと思っているので、正直ちょっとまだこの先のことは今頭にはないんですけれども、何か私にできることがもしあるのであれば、それは、積極的にやらせていただきたいというふうには思います。第二の人生はまだ具体的なプランはないということですけれども、拠点はアメリカ、日本どちらに置かれて活動するのか、その辺りは何か決まってますか。その辺も全然まだ決まってないですね。逆に言えば決めていないという言い方もできるんですけれども、
今回こういろいろ自分の中で決断するにあたってこう物事を先に決めることが自分をちょっと苦しくしてしまうというふうに思ったので、あえてそこは決めずに本当に今シーズンいっぱい頑張って、やり抜いた先にある自分の思いを大事にしていきたいなというふうに思っているので、本当にもともと選手としても感覚派なんですけれども、終わってみて自分の感覚に正直にいったらいいなと思います。大切ご以上です。ありがとうございました。それではこれより各社様の質疑応答に移らせていただきます。質問は挙手でお願いいたします。私の方で指名させていただきますので、マイクがお手元に届いたら会社名とお名前を確認してからご質問をお願いいたします。それではから2番目の、はい、日本テレビニュースゼロ、ダルスと申します。お疲れ様でございました。ありがとうございします。いつ考えるこの引退の日でしたけれども、はい、改めて今これだけのコメディアの皆さんを前にして今のその実感というのはいかがですか。ほっとしているのか、ちょっと寂しい思いはありますか。いかがでしょう。いや本当にこんなに大きな反響をいただけるっていうふうには自分では全然想像もしてなかったので、今日すごく、今もですけど緊張してますし、でも逆にこれだけたくさんの方が集まっていただいて、すごく嬉しいですし、先ほども言ったんですけれども、本当に今感謝の気持ちで胸がいっぱいで、自分の引き際の寂しさというよりもやはりそこに気持ちがいくので、今日これだけの方が集まってくださってすごく嬉しいです。先週曜日、日本中、いや世界中が正直驚いたと思うんですが、もちろん驚かせるつもりはなかったと思うんですけれども、はい、周りのリアクションとか反応いかがですか。そうですね、アメリカツアーの選手も連絡を直接くれたりしたんですけれども、どうしてもいろいろと考えた末このタイミングになったっていうところではあるんですが、シーズン初めに皆様に発表しても良かったんだとは思うんですけれども、やはりこう、今年いっぱいって決めたことで1試合でも自然体で自分の力を出し切る、それが優勝につながってくれればいいという思いの方がちょっと強かったので、日本の試合もに出場できる機会も数少ないですし、皆さんに思いを伝えて、1試合でも多くの試合でたくさんの方がまた見に来てくださればそれはそれですごく素敵なことだなというふうに思えたので、このタイミングになります。最後にかつてのインタビューで、ゴルファーとしてもそして人生においても30歳がピークになるのではないかと、そういった意味で先週も素晴らしい結果を残してますし、まだまだやれるんじゃないかと思っている人も多くいると思うんですが、そのあたりこう悩むことはなかったですか。そう言っていただけるのはすごく嬉しいですし、でも本当に、先ほども申し上げましたけど、戦い続けるという意味においては今の自分ではやはり足りないですし、本当に今それを痛感していて、プロとして結果を残し続けていくというところがすごく難しくなってしまったので、で今期間を設けることでその頑張れてるモチベーションというのはその本当に期間限定だと思ってますし、これがきっかけでずっと続くかどうかというふうに言われると、やはり自分の中では今年いっぱいと決めたことで今このプレーができてるんじゃないかなという感覚があるので、でもそれでも今年いっぱいこういうふうに感謝の気持ちを持って自分のモチベーションを高められたということはすごく自分にとって今嬉しいです。ありがとうございました。今前から3列目の、キャップの横のお隣の方です。キリさん、石井です。本当に勇気、感動ありがとうございました。その中で、4、5年前からモチベーションが上がりにくくなったということをお話しされていました。それは要因としてどんなことが一番挙げられるんでしょうか。そうですね、2012年の後半なんですけれども、2012年はそのシーズンは確かに2勝していて、
で自分の中でも2009年に試合を勝ってから4年間勝ち続けていて、で、ナンバーワンになったり、自分の中でも本当にこうプロゴルファーとしてピークを迎えているという感覚があって、それなのにメジャータイトルが取れないというところですごく逆に葛藤もありまして、でそこで、自分の中でそういうふうに考えなくてもよかったんじゃないかなというふうに今思うんですけれども、こんなに一番いい時に調子が良くて自信がある時にメジャー勝てなければ次はどうしたらいいんだろうっていうふうに、ちょっとそこで一度立ち止まってしまったっていうところが原因だと思っていて、そこから本当にこう自分自身をちょっと見失ったというか、次をどこにモチベーションを置いてどういうふうにこう立て直していったらいいんだろうというところですごく悩みましたし、そこが一番ちょっと難しかったですね。その中で自分自身を奮い立たせてこの 4,5 年戦ってきたということですが、世界で戦う厳しさ、これから若い選手たち、そしてこれからゴルフで世界を目指す選手たちに一番ご自身が経験した中で伝えていかなければいけないこと、どんなこと思いますか？そうです。もちろんいろんな形の挑戦があるとは思うんですけれども、そうですね、私が経験した中ではやはりアメリカツアーは移動も多いですし、本当にこう芝のコンディションも毎週変わってきて、で天候も目まぐるしく変わりますし、その中でこういろんな引き出しを作っていくというところでやはりちょっと時間が私の場合はかかったので、そこでどれだけ忍耐強く自分自身を保てられるかというところが勝負になるんじゃないかなというふうに思っていて、私もそうだったんですけど、やはりそこでちょっと一度自分が分からなくなるというか、今まで戦えてたものが戦えなくなるというか、今まで武器だったものが武器ではなくなってしまう瞬間がどうしても出てきてしまうので、それはでもアメリカでやるにしろ日本でやるにしろ人誰もが一度は通るところだとは思っていて、場所は関係ないというふうに思うので、そこで私の場合はこう、自分と向き合うっていうところが、ほぼほぼ趣味に近かったというか本当それはあまり苦痛というよりも追求していく方にエネルギーを持っていくのが好きだったので、それがうまく作用したいと思います。最後になりますが、改めてお父様に一言声をかけるとしたら何と言いたいと思いますか？そうですね、本当に私うちの家族で、ゴルフを始めたのは実は母なんですけれども、でも本当に、両親ともどもすごく、今までたくさん支えてもらいましたし、で、特に父は、コーチとしても、たくさん喧嘩もしましたし、素直じゃない私の部分も理解してくれて、最後の方はうまく歩み寄れたかなとは思ってるんですけれども、でもたくさんの思い出を一緒に共有できたんじゃないかなと思っていて、プロゴルファーとしてそれはすごく幸せなことだと思ってますし、本当に両親には感謝の気持ちしかないので、本当ありがとうございますっていうのを伝えたいです。ありがとうございます。続きまして、一番奥の女性の方、はい、お願いします。テレビ朝日の青木です。まだシーズンが続くので、お疲れ様ではなく14年間ありがとうございました。ありがとうございました。アイプロは自分自身とどんなことがあってもずっと向き合ってきて、苦難もずっと乗り越えて自分自身と向き合うことが自分の強みだってずっとおっしゃって続けてきたと思うんですが、はい、初めてでも自分と向き合えなくなったって先ほどおっしゃってましたが、はい、具体的にその4年ぐらい前とおっしゃってましたが、はい、どんなことが一番具体的にきっかけで どの試合っていうのがあれば自分と向き合えなくなった瞬間、はい、どんな具体的なことはどうでしょうか？そうですね、先ほども話したんですけど、2012年の、全てのメジャーを終えた時だったというふうに、記憶してるんですけれども、でメンタルコーチと、そのことについて初めて話したのがその後の、カナダの試合だったんですけれども、そこで初めてこうモチベーションというか自分の中で
次何を目標にしたらいいのかわからないっていう話をした記憶があって、で、まあ、そこで、まあ、2人そのメンタルコーチも焦らなくていいんじゃないかっていう感じで受け入れてくれて、で、まあ、どの選手にも一度は起こり得ることなので、一度ちょっと模索してみたらいいんではないかっていうふうにアドバイスをもらえて、で私自身、まあ、そこの、まあ、じゃあモチベーションがなくなったら辞めるっていう感覚ではなかったので、まあ、本当にそこで自分でどうしていきたいのかっていうのを探す形にはなったんですけど、まあ、その最中にまた肩もイップスみたいになってしまって、で、まあ、そこが逆に頑張れたきっかけというか、肩が得意だったのでどうしてもここは乗り越えて終わりたいなっていう気持ちになったので、まあ、そこきっかけっていうのもありますけど、まあ、でも最終的にそれが、まあ、今シーズンのこれのシーズンも含めて優勝という形につながってくれれば、それはすごくうまくいった形になるんじゃないかなというふうには思います。ちょうど1年前はまだメジャーで優勝争いもしてました、はい、でその頃はまだ勝つのも遠くないっていう枠があれで見てたんですけれども、その気持ちっていうのは今はどうでしょうか。その優勝に対して勝つは遠くないとおっしゃってて、はい、1年後に表明されて、今の方がより手応えを感じている感覚はありますね。もちろん、自分が取り組んでいることがようやく形になりつつあるというところでの手応えなんですけれども、まあ、ゴルフってでも本当に不思議なもので、調子がいいからこそ結果が残るっていうわけではないので、やはりそこは今でも少しずつこう試行錯誤をしながら試合には取り組んでいるので、まあ、でも前回の試合の、中京ブリヂストンレディスオープンではかなり、自分が思い描いてたものに近いものが出せたんじゃないかなというふうに思っているので、その感覚もすごく久しぶりでしたし、でどうしても最後に優勝してから5年ぐらい時間が経っているので、まあ、そうなってくるとその勝ち、自分が勝っていた時のイメージもどんどん薄くなってきてしまいますし、その勝ち方っていうのを忘れてしまうので、その辺も自分にとってまた新たな今年はチャレンジになるのかなというふうに思ってます。中学時代からずっと今でも多分大事にしている座右の銘を改めて教えてもらっていいですか。意思あるところに道はあるという言葉なんですけれども、この座右の銘は多分多分というか、これからも大事にはなると思うので、はい、最後にこれまでこの座右の銘によってこれまでの医師はどんな医師で、そしてどんな道を作ってきたか、そしてこれからはどんな医師を持ってどんな道を歩んでいきたいですか。そうですね、まあ本当にこう強くなりたいプロとして本当にこう上で戦えるような選手になりたいというような意思を持って、まあ、アマチュア時代から、まあ、もっと言うとジュニア時代からやってきましたし、まあ、それが今形となってこういうふうなキャリアになったとは思っているので、まあ、でもそれは今シーズン残りの試合までずっと続きますし、まあ、今後に関しては本当にこう自分の気持ちに正直に、少しゆっくり休みながらやりたいことを模索していくっていうところで、まあ、まだ逆に言えば次の試合はちょっと固まってないんですけれども、まあ、でもそれでもいいのかなというふうに思っています。それではここからは各社との質問一つでお願いいたします。それではこちらの前からのご質問の青田さん、今日お願いします。これからありがとうございます。幼い頃から横峯さくらプロってことで手叩くましてやってきたと思うんですけども、はい、横峯さんには事前に話したのかそれともまあ喋ってないのかで反応っていうのはどうでしたかっていうのを聞きたいんですけれども、はい、そうですね、去年の、10月ぐらいに話したとは思うんですけれども、まあ本人のリアクションとしてはそんなに驚いてなかったというか、皆様がよく知っている通りの横峯さくらのリアクションだったんじゃないかなと思っていて、まあ、逆にでも私としてはそれがすごく嬉しかったというか、いつかは来るであろうタイミングが今だったんだねっていう形で、何の驚きもなく、まあ、でも
あのこれからも、まあ、お互い頑張ろうねっていう話はしたと思います。ありがとうございます、はい。でこちらのメガネをかけて前から2列目の水色のシャツの男性です。ジャケット入ってます。時事通信の熊井です、少し早いですがお疲れ様でした。ありがとうございます。あの先ほどロレーナ・オチョア選手のお話が出たんですが、はい、あの彼女が28歳で引退なさった時に、はい、藤井さんの優作プロ と、身の引き方についてなんか話し合ったっていうふうに伺ったんですが、どういうふうに受け止めて今回の決断に何か影響みたいなものはあったんでしょうか。そうですね、まあ、ロレーナの引退に関しては私自身すごく衝撃を受けたのを覚えていて、まあ、彼女こそあの、まあ、突然の引退だった気がしますし、まあ、でも本当にこう引き際までかっこよかったなっていうところは印象に残っていて、まあ、世界ナンバーワンで彼女こそこれからまだまだ戦える選手でしたし、まあ、本当にこうメキシコを代表するまあ、プロスポーツ選手が少ない数少ない中で彼女の影響というものがすごく大きかったですし、まあ、でもあの本当にこう自分の気持ちを大事に、自分がやりたいことに忠実に決断をするっていうところにおいてはすごくシンプルだったと思うので、あの本当に潔かったですし、でまあ、アニカの時もそうだったんですけど、あの、まあ、人それぞれ本当にこう引き際っていうのはいろんな形があるんだなっていうふうに、まあ、その時は思ったと思います。今回の決断、愛さんの決断には何か影響みたいなものがありますか。そうですね、いやそこは反対になかったですね。あの本当にこう自分自身 の、 あの、まあ、人生の問題なので、あそこは自分で決めるしかなかったですし、あの、まあ、彼女のことは特に考えてなかったです。ありがとうございます。もう一角であります。真ん中の女性の今手は陸上です。はい、お願いいたします。高知県の高木です。5年間悩みながら昨年の夏に引退という最終決断に至ったという話でしたけれども、はい、ここで何かきっかけみたいなのはあったんでしょうか。ちょうど去年あの、まあ、オリンピックであの3週間ぐらいツアーが休みになった時期だったんですけれども、あのまあ、ちょうどその8月ぐらいの時期に3週間お休みをもらえるっていうのがあの、まあ、プロになって初めてのことだったので、まあ、そのタイミングがすごく大きかったんじゃないかなと思っていて、まあ、そのことについて、まあ、自分の気持ちについてちょっとゆっくり考える時間がそこで初めてあったというか、その今までずっとこうもやもや自分の中でどうしていきたいんだどうしたいんだっていう思いはずっとあったんですけど、やはりこう試合はこなしていかなきゃいけなかったので、あのなかなかそこと向き合うスペースが難しかったというか、こう試合になれば試合をこなすことに意識がいくし、そこにエネルギーを使うので、まあ、なので逆を言えばその3週間のタイミングで自分の中でしっかりと整理をつけられたっていう感じですね。今ですね、お時間に限りございまして残り3問とさせていただきます。それが一番わーわーの音です。長いお疲れ様でした。ありがとうございます。長いとアメリカツアーで、活躍している姿を見て英語さんになった選手、また目指している選手たちがアメリカツアーにやっていく上で、必要なこと、ということを伺います。そうですね、難しい質問ですね。まあ、その選手によって多分必要なものが変わってくるんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、私の場合に限りで言わせていただくと、あの、まあ、本当にこう自分自身のプレースタイルの確立という意味では、あのすごく大事なことがたくさんあったと思います。あの、まあ、飛距離に惑わされることなく、その自分自身においてベストなゴルフっていうものはどこにあるのかという、そこの追求にエネルギーがいったので、他と比べないことだと思いますし、で、まあ、どの国でやってもどこのツアーでやっても、その自分自身のゴルフさえしっかりしていれば、あの、まあ、必ずそこは戦えると思うので、まあ、
ただその、まあ、先ほども言ったんですけど、私結構自分自身と向き合うっていうのはもう趣味の範囲に近いので、結構あの追い込んでいくことも好きではあるんですけれども、精神的になので、まあその苦しい時もでもきちんと自分から逃げないっていうところがあの、まあ、最優秀的なのかなと思います。ありがとうございます。宮城テレビの柳瀬と申します。本当にひとまずですがお疲れ様でした。ありがとうございました。座ってそのことになります。2003年の、アマチュア優勝、宮城テレビ杯ダンロップ女子オープンのアマチュア優勝については、現役生活を終えようとしている今、愛ちゃんにとってどんな位置づけの、どんな経験になっていますか。またその思い出の大会というのはあの今年も秋にやってきますが、はい、最後にもう一度あの舞台に立つ現役選手として立ちたいという思いに関してはいかがでしょう。そうですね、まあ、本当にあの優勝は私にとって本当にターニングポイントになった瞬間でしたし、まあ、まさか自分が女子高生のままプロになるなんて想像もしていない世界だったので、まあ、本当に、まあ、数えきれないほどたくさんの経験をそれ以降させてもらえたので、まあ、本当に宮城テレビ杯の試合には感謝しかないですし、まあ、できれば本当にこの思いを持ったまままた出場できたらっていう気持ちは正直にあるんですけれども、まあ、今のところまあ、サントリーレディス以降はアメリカツアーに戻る予定でいるので、まあ、そこはちょっとはっきりはここでは申し上げられないんですけれども、まあ、でも本当に、まあ、私が高校生活3年間過ごした仙台であれだけいい思い出を作れて、でまたそれ以降本当にたくさんの方が東大震災以降も私のことを応援してくださって、まあ、それ自体すごく嬉しかったですし、今度は私が何か皆さんに恩返しできるようなものができたらいいなというふうには思います。ありがとうございました。それでは最後の残り質問1問となります。ゴールデンネットワークの、杉澤と申します。はい、まずはお疲れ様でした。ありがとうございます。じゃあ座らせていただきます。皆さん大変ですね、ちょっと聞きたいんですけども、今日はですね、5月29日というのをご存知ですか。はい。あ、じゃあ4月1日と間違えてるわけではない。あ、じゃないです。じゃないですね。はい。あ、ごめんなさい、まさかエイプリルフールと間違えて。そうです。この後、杉澤さんの新作が発表されるとか、そういうドッキリはないですね。宮里家といえばですね、本当に家族の絆、私もですね、優作さんのキャディーをしていて、本当に家族愛もすごいですし、宮里家に、関わった人たち、みんながどんどんハッピーになっていくんですね。本当にこう僕も感謝してます。そして愛さんがですね、先ほどこれから今後の活動について、やっぱりゴルフを通じて人のつながりがすごく感謝してるということなので、これからもそういう人のつながりがですね、どんどん広めていくのかなと思うんですけども、そんな感じでいいですかね。そうですね、まあ、最後の質問にしたらすごくびっくり軽い質問だったんですけど、本当はもっといい質問だったんですよ。はい、僕は、はい、家族の絆で、はい、お母さんの、はい、透明シャンプルが大好きなんですよ。だから愛さん、いろいろね、アメリカに行った時に、はい、お母さんが現地に来てですね、はい、いろいろこう料理とかしてくれたと思いますけれども、はい、一番印象に残る料理って何だったんですか。そうですね、まあ、でもまあ、私のその母もアメリカツアーに来て、まあ、よくサーターアンダギーを作ってくれるんですけれども、僕も好きです。まあ、それが他の選手にもすごく好評で、はい、私の母よりも今度サーターアンダギーいつもらえますかっていう質問が結構あるぐらい、はい、人気なので、まあ、それはすごく、まあ、私の母の自慢ではあるんですけれども、まあ、でも本当にたくさんの選手がそうやって、まあ、私 の, その、まあ、両親も含めて、まあ、家族ごと仲良くさせていただいたというのはすごく、まあ、現役時代でもすごくいい思い出だというふうに思っています。
そのお母さんにですね、自分が辛かった時とかにですね、かけてもらった言葉で思い出に残ってる言葉ってありますか？いやもう逆に、私の両親に関しては、まあ、本当に見守るという表現がぴったりあるんですけれども、うん、特にこうかける言葉もなく、はい、ただ淡々と私がやることを遠くから見てくれている感じだったので、まあ、でもそれはすごく、まあ、ありがたかったですし、自分がこう進む道をただ見守ってくれるっていうことは多分間違った方向には行ってないなっていうふうに自分では感じていたので、うん、なのでそれはその距離感っていうとすごく難しいと思うんですけど、でもそれをやってくれたのですごいありがたかったです。最後に沖縄の方言でお帰りなさいって何て言うんですか？あ、ちょっとごめんなさい、それわからないです。いつかその言葉が言えるようにちょっと夢にしてます、はい、あ、私もちょっと勉強します。ありがとうございます。すいません。ありがとうございました。以上で質疑応答を終了いたします。最後に、ご本人より皆様へのお礼の挨拶で会見を終了いたします。立ち席でご挨拶申し上げます。本日は本当にお忙しい中、この場にお集まりいただきまして、本当にありがとうございました。約15年間、まあ、プロの選手として、ここまでプレーをしてきて、本当に、本当にたくさんの方にこれだけサポートしてもらえたのがすごく嬉しかったですし、本当に選手としてもすごく幸せだったなというふうに思っています。まあ、重複しますが、まあ、これだけ自分の引き際に対しての寂しさというのは一切なく、本当に感謝の気持ちを持って、最後までプレーできることを本当にありがたく思っています。まあ、支えてくださいました、本当に皆様、それから家族、友人、そしてファンの皆様、そしてここにいる皆様も含めて、本当に幸せな選手時代だったと思います。本当に感謝しています。まあ、残りシーズンも頑張っていきますので、もう少しよろしくお願いします。本日は本当にありがとうございました。本日の配信終了です。